はいどうも、しおみんでございます。今回ですね、岐阜県のおすすめ観光スポットということで、動画をお届けしたいと思います。でですね、まず一つ目はですね、高山市内ということになろうかと思います。ですね、高山といえば、小京都と言われるほどですね、街並みがね大変美しい、歩いてるだけでですねテンションが上がるような街並みをしております。まあ、その中でですね、例えばみたらし団子とかですね、五平餅とかですね、そういうのを食べていくとですね、すごい、観光気分が味わえるんではないかなと思ったりします。はい。でね、今回一番良かったのが、地酒屋さんがありまして、そこのね地酒屋さんがですね、15種類の地酒をですね、350円で試飲ができるというようなことをやってくれておりました。はい。そしてね、ホテルに帰って飲もうとしてですね、1本買ってまいりました。でホテルにというか帰るまでにですね、宮川という近くの川を歩いてると、とてもなんか爽やかな雰囲気になっておりまして、そこでですね、お酒を開けてしまいました。とっても気持ちが良かったです。でですね、高山といえば、飛騨牛ということになろうかと思います。今回、飛騨牛ちょっと食べれなかったのですが、改装の途中でですね、一回食べたことがございます。それはですね、道の駅七森清見というところで、食べさせていただきました。こちらですね、僕が行った時は、飛騨牛のすき焼きっていうのがあったんですけど、今ホームページに見るとですね、ステーキがメインになってるのかなと思いますが、大体ですね1500円から2000円以内ぐらいで、食べれそうな雰囲気でございます。ぜひリーズナブルに、飛騨牛を食べたいと思った方はですね、こちら訪れてはいかんかなと思っております。その上でですね、僕が高山行ってた時に、友達から Facebook で、垂れ込み情報がございました。それがこちら、イーブルテックスさんというハンバーガー屋さんでございます。こちらのハンバーガー、お世辞抜きにめちゃくちゃ美味しかったです。僕はですね、まあ、ビールとともにですねハンバーガーいただきましたが、肉がですね、分厚くってですね、本当に美味しいハンバーガーでございました。もし高山行く機会がありましたら、ぜひ立ち寄ってみてはいかがかなと思います。はい。岐阜県のですねおすすめ観光地2つ目は白川郷でございます。ただしね、ちょっとね白川郷先にですね、注意事項の方のご説明したいと思うんですけど、白川郷行かれる方は大体車で行かれるかなと思うんですけど、白川郷ですね、駐車場がなんかねちょっと複雑なんですよね。はい。ということでですね、ちょっと説明していきますとですね、まずメインの国道が、図のように通っております。でこちらのですね国道とメインの観光のストリートが、図のようになっておりますが、駐車場がですねご覧のようにね川を挟んだ逆側にあるんですよね。私この構造を理解するのにですね30分ぐらいうろちょろしていました。あとね、駐車料金がですねこちら1日1000円という割と観光地価格になっております。あと注意したいのがこちらの駐車場、夕方の5時までしかやってません。私が行った時3時やったんで結構焦ったりしました。時間も気にしながらですね、観光を楽しんでください。でもう一つはですね、よく白川郷であるこちらのね、写真、
こちらの写真を撮るのはですね、城山展望台というところに登る必要があります。こちらはですね、せせらぎ駐車場ではなくてですね、城山展望台の方にも駐車場があるので、車を移動させてですね、行かれることをお勧めします。白川郷をね、歩くだけでもめちゃくちゃ楽しいんですが、やはりプラスアルファあった方が楽しいと思います。例えば宿泊してみる、もしくは近所の温泉に浸かってみる、季節を変えて冬場に来てみる、などなど、プラスアルファの楽しみを見つけるともっと充実した旅になると思います。はい、岐阜県のですね、おすすめ観光ポイント3つ目は下呂温泉になります。こちらの下呂温泉ですね、まず注意したいのが、日帰りか、宿泊かっていうようなポイントかと思われますが、宿泊する人はですね、まずホテルに行って車を置けるというメリットがあろうかと思いますが、日帰りの方はですね、僕もね、温泉街をぐる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 車で回って、結局ですね、なんか無料の駐車場もあるって書いてあるやつもあったんですけど、結局ですね、はい、市営の駐車場に、車止めました。初めの1時間が100円かな、で、その次ですね、30分ごとに100円かかるというようなことで、別にそんな高い感じではございません。でですね、まあ、観光すると言っても何するかというと、まあ、市湯巡りかお土産物を買いに行くとか、まあ、そんなことしかないかなとは思っております。はい、皆さんも見たことあると思いますが、下呂温泉の中にはですね、24時間、男女混浴の無料の露天風呂噴泉地っていうのがあります。こちらはね、ぜひ入りたいものでございます。水着着用が義務付けられてるんで、ご注意ください。しかしまあ現実的にはですね、昼間行くとですね、割とご覧のような感じでですね、外からも見られますんで、割と入りづらいというような感じでございます。そこはですね、勇気を持ってですね、入っていただければと思います。あとね、岐阜ではですね、けいちゃんと言われているものが名物みたいでございます。動画のようにですね、鶏肉とですね、キャベツを炒めているというような鍋料理になります。まあ、しかしね、この手の鶏料理でまずくしようがないかなと思ったりもします。はい、あと、まあ、気軽に日帰り温泉行くだけならクアガーデンに行くという手もございます。こちらですね、駐車場もついてますので、駐車場代がかからないというようなことになっております。日帰りならこちらでもいいかなと思ったりします。はい、おすすめ観光スポット4つ目は、関にある刃物会館でございます。こちら包丁をはじめとした各種の刃物が展示販売されております。私もね、テンションが上がって、キャンプ用にですね、ホールディングナイフなんて買っちゃったりしました。でもう一つはですね、そのお隣にあるフェザーミュージアムっていうのがあります。はい、フェザーといえばですね、ヒゲ剃りかと思うんですが、ヒゲ剃り以外にでもですね、手術用のメスとかですね、あと美容師さんのハサミとか、そういったものも作られてるみたいでございます。ですので、お医者さんとかですね、あと美容師さんとかですね、ちょっと見ていって
ったらですね、いろいろ面白いものがあるんではないかなと思ったりします。実はね、あんまり期待してなかったのですが、意外とね、面白かったのがこのフェザーミュージアムでございました。はい、岐阜県おすすめ観光スポット5つ目は養老の滝になります。はい、こちらですね、養老公園というところに、隣接しているというような感じでございます。まずね、養老天面反転地というところに行ったんですが、こちらまあアートと触れるなんたらかんたらっていう感じでございましたが、なんかいまいちよくわかんないような感じでございました。でですね、養老の滝が、まあ、あるのですが、そこまでですね、登る道がすごく気持ちよかったでございます。はい、まあ大阪人なので箕面の滝の登り口とよく似てるなと思っておりました。でその道はですね、もみじが綺麗な感じでございます。まあ今頃の時期で言えば青もみじというんでしょうか、多分紅葉の時期に来たらですね、すっげえ綺麗なことになっていると思われるような道でございました。そして登り切ったところに、滝がございます。こちらの滝はね、やっぱりね、マイナスイオンがたっぷり出てるというような感じで、日頃ですね、都会の喧騒とかにですね、やられてる方はですね、すごく爽やかな気分になれるんではないかなと思ったりします。はい、いかがだったでしょうか。岐阜県の観光スポットおすすめ5選をご紹介しました。あと新穂高とかね、はい、多治見のタイルミュージアムとかも行ったんですが、やっぱりね、遠いなというのは正直なイメージ印象でございます。何か目的があればいいとは思うんですが、わざわざそこを目指していくのかなと思うとですね、高山とか、下呂温泉でゆっくりした方がいいんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということでですね、岐阜県のおすすめスポット5選をご紹介しました。はい、このチャンネルは旅の情報をいろいろとお伝えしております。では次の動画でお会いしましょう。しおみんでした。